こんにちは。今日は本日発売の2つの商品を一気に紹介したいと思います。今回買ってきた商品がこちらです。じゃあスタバの抹茶スモアフラペチーノとマクドナルドのご当地グルメバーガーを買ってきました。スタバのリクエストをくれた皆様ありがとうございます。それでは早速溶けちゃうので飲んでみたいと思います。いただきます。今回のホイップ増量して作ってもらいました。もりもりです。おいしい。このサクッていったりパリッていったり食感が楽しいです。今回もいろんなもの入ってるんでストロー太めです。抹茶がすごい濃ゆいです。そしてザクザクの食感、今回もね吸いにくいくらいコロコロたくさん入ってます。ノンファットミルクだからかすごいすっきりとした味わいです。去年スモアフラペチーノ出て本当に大好きで、なんだ抹茶加わっちゃったのかって思ってたんですけど、全然ありですね。むしろ去年よりこのザクザク感が増した気がします。だんだんマシュマロが溶けてくるとふにゃサクみたいな食感に変わって、それもまた美味しいですね。もぐもぐしながら飲むフラペチーノですね。抹茶濃いけどまったり濃厚な感じではないです。すごいあっさりしてて夏にぴったりのフラペチーノだと思います。ビスケットとマシュマロとベイクドチョコレートがもう本当に美味しい。これは大当たりです。美味しい。次はマーブルチョコレートケーキを食べます。このケーキはちょっと前から発売されてるんですけど、今回どうしても気になって買ってきました。綺麗な3層に分かれてます。フォーク入れたらシュワシュワって言った。ない。すごく美味しいです。スタバのケーキ高いけどやっぱり美味しいですね。ホイップの口どけが本当にいいです。濃厚だけど甘すぎないですね。下のブラウニー生地もね、口の中でホロホロホロってほどけていく感じですね。そわーってすぐなくなっちゃう。濃厚なんだけど軽い口どけですっごく美味しい。次はマクドナルドチキン南蛮バーガーを食べます。美味しい。まだタルタルに到達してないんですけど、チキン柔らかくって表面がまだサクッと感が残ってますね。コクのあるタレが本当に美味しいです。今タルタルに到達したんですけど、タルタルの味自体はすごいまろやかなんですけど、白身が大きくって卵感をすごく感じます。結構味が濃いめなので玉ねぎとキャベツのアクセントがいい感じです。おいしい。酸味はそこまで強くないけど、この南蛮ダレがすごくおいしいです。次は味噌カツバーガーを食べます。カツサクサクしてて柔らかいです。バンズはなんか見たことないですね。粉が中にちょっと入ってます。甘めの味噌カツソースとマヨネーズの相性がいいですね。ソースが味噌で甘くってこってりしたタイプなのでパンチがありますね。こってりがっつり食べたい気分の時はすごくいいと思う。最後カツなくなっちゃってパンとソースだけだったんだけど、それだけで美味しかったです。ごちそうさまにしようかと思ったんですけど、あまりにもちょっと量が少ないのでおまけでやろうとしてたのを本編でやってしまいたいと思います。そう、それがこのよっぽぎです。コメントしていただいてチーズかけると美味しいみたいなので、今回はそれで作っていきたいと思います。値段はね300円しないぐらいだったと思います。ちなみにカロリーは322キロカロリーです。今回私は甘辛を買ったんですけど、チーズとか他にも3種類くらいあります。では作っていきます。中を開けるとトッポギとソースが入ってます。それでね、お水の量なんだけど、甘辛の場合は大さじ1杯って書いてあるんですけど、物によっては1000まで入れてくださいっていうのもあるみたいなので、後ろに書いてあるのでそれ通りに作ってください。はい、温めてきました。すごい熱々です。本当はチーズ入れて温めようと思ったんですけど、最初は何もしないで食べたかったので別で用意しました。いただきます。トッポギはツルツルもちもちです。味は甘さと辛さが一気に来るんだけど、ケチャップの感じが強いですかね。酢豚をすごく甘くして辛くした感じ。うわ、このままでもめちゃくちゃ美味しい。ではチーズ入れます。うわ、美味しそう。チーズってほんと何にでも合う。
トッポギがすごいスベスベしてて、スベスベ、ほんとツルツルしてて弾力がすごいですね。ずっと噛んでられそう。甘辛にチーズめちゃくちゃ美味しいです。しっかりタレに絡めて、もうね、無言になっちゃう美味しさです。トッポギ何がいいって、すごい簡単にできることですね。あとこのカップの中だけで作れちゃうので、洗い物もないし、美味しいし、最高です。ごちそうさまでした。スタバの抹茶スモーフラペチーノはまず抹茶好きさんは飲んでほしいし、食感楽しみたい人も飲んでほしいし、甘っとろしくてくどいの嫌いなのって方にもすごいおすすめです。ご当地グルメバーガーどっちも美味しかったけど、私は全国のチキン南蛮の方が美味しく感じました。西日本の皆様、ご当地バーガー美味しかったですか？もし食べたらコメントで感想教えてください。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメントぜひよろしくお願いします。またね。 Twitter、Instagram もやってます。よければ関連動画もぜひぜひ見てね。セブンプレミアム金のビーフシチュー、お肉がねゴロゴロ入ってます。あーもうすっごく美味しい。お肉ホロホロトロトロなんだけど、しっかりしてるし、味がレストランかって錯覚するくらいの美味しさです。お皿ベロベロしたくなっちゃうくらい美味しいもん。